の春日部ウエスタンだぞ。1916年アメリカ、西部の小さな田舎町春日部。園長先生、おはようございます。おはようございます、マサオ君。おはようございます。よろしくお願いします。はい。からお仕事ご苦労おっさんです。で、何やってんの？お前、父親がどんな仕事やってんのかぐらい覚えとけよ。うちは麦わら帽子屋だろ。おお、そうでしたな。こってり忘れてた。いいから早く着替える。あー、そんな人前で。あ、今日幼稚園で月に一度の映画の日じゃなかったか？おお、今日はアクション鉄仮面の映画を見る日だぞ。来ちゃったじゃないの。早くしてよ。早く早く。ジャムジャム。ああ、ジャム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 。ジャムジャム。コーヒーミルク。よし、行くぞ。トイレに。マイカーで行け、マイカーで。マイカーつってリアカーじゃないの。はいよ、シルババ。それを言うならシルバー。シルバーミサエ、頑張れ。ん、ついでに俺も映画見ちゃおうっと。父ちゃん、貧乏馬なしですな。それを言うなら暇だよ。貧乏暇なしなら映画なんか見てないで働け。皆さん、さあこれから映画を見ます。いつものように弁士の郷豪太郎さんとミミコさんです。やあみんな、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よっ。すいません、遅くなりました。これでみんな揃いましたね。いつも遅刻するなよ、しんのすけ。いやあ、ヒーローは遅れてくるもんですよ。褒めてない。ではみんな、静かに見るんですよ。はい。ワクワク。リアルおままごとのシーンはあるかしら。ワクワク。想像つかないよ、そんなシーン。トールちゃん、怖くなったらいつでもママの胸に抱きついてきてもいいのよ。うん、やめろよ、気持ち悪いな。アクション鉄仮面。銃がなくても立ち向かうぞ。宿場町で有名な町春日部。今ここに凶悪指名手配中の非常なる悪漢マッドドッグが可愛いミミコちゃんを人質に捕らえていたのであります。かわいいミミコちゃんを捕らえて、アッカンマッドドッグはこう言いました。佐藤九日堂にある食べ物全部と逃げるための馬車を用意しろ。かわいいミミコちゃんが捕らえられていては春日部の人々になすすべはありません。その時です。待てー。力強く爽やかな男の声に振り返ったマッドドッグの見たものはアクション鉄仮面その人であります。さあみんなで歌おう、アクション鉄仮面の歌。アクション鉄仮面、西部の鉄仮面、ゴーゴーゴー、レッツゴー。ひらりと飛んだアクション鉄仮面、圧巻の前に降り立ち叫ぶ、
行くぞ、アッカンマッドドッグ。怒ったマッドドッグ、銃を抜け、アクション鉄仮面と銃を向け、アクション鉄仮面、その時少しもひるまず、銃など使わずともお前などに負ける私ではない。行くぞ、走る、アクション鉄仮面走る。アクション鉄仮面分身の術、1人が2人、2人が4人、8、16、32人。やがて土煙がマッドドッグの周りを囲む。肌と気づいたマッドドッグ、地面が削れてありません。よろよろとバランスを崩したその隙に、見事アクション鉄仮面ミミコちゃんを救い出す。アクション鉄仮面、アッカンマッドドッグは地面に落ちてしまいました。うー、参った。勝ったわね、アクション鉄仮面。ああ、勝ったとも。よし、高らかに笑おう。さあ、みんなも一緒に。こうしてアクション鉄仮面の活躍で悪は滅び、町に平和が戻りました。めでたしめでたし。アクション鉄仮面の村っていうお話よ。アクション鉄仮面のお父さんやお母さんが出てくるお話だよ。来月になったらまた巡業に来るから楽しみに待っててくれたまえ。ほら、来月が楽しみだぞ。アクション鉄仮面、セイブの鉄仮面、ガガガ。しんのすけ、そんなにアクション鉄仮面好きか。おお、ほら、アクション鉄仮面に春日部の名誉市民になってもらいたいくらい好きだぞ。名誉市民は無理じゃねえか。なんで？映画の中の人が名誉市民なんて聞いたことねえぞ。そうよ、だいたい本当にいるかもわかんないし。いるもん。じゃあどうやって市民税払うのよ。よろしくお願いします。アクション鉄仮面か。そういや、俺にも大好きなヒーローがいたっけ。怖いと思う気持ちに勝つためにこの玉をあげよう。正義の玉を操る男、名前なんだっけ。おお、これはどうだ、それ。これ父ちゃんが作ったの。いかにもタコにもアワビにも。藤原刑事で。藤原刑事じゃねえよ、麦わら帽子だよ。まあ、とにかく着てみろ。じゃーん。カラー似合うじゃない。よかったわね父ちゃん、俺藤原刑事の子でよかったよ。だから麦わら帽子だってば。ほら、遊んでこようっと。行ってらっしゃい。そういえば藤原刑事と麦わら帽子って似てるわね。似てねえよ、誰だよ藤原って。誰って、アクション鉄仮面が誰かなんてわからないよ。だからあなたはいつまでたってもダメなのよ。某に本物のアクション鉄仮面を見せてあげたくないの。そんなこと言ったって。まあまあ、ねねさん、そんなにマサオを責めないで。だってお母さんも。私ならここだ。アクション鉄仮面登場。というわけで、みんなの分も作ってあげてよ。暇なんでしょ。わかったから暇って言うな。アクション鉄仮面、セーブの鉄仮面。そしたらさ、お礼だって。どうも。はあ、どうも。ほい、怪人三段バラ。誰が三段バラよ。うわなんか、いつものオランチの夫婦喧嘩みたいだぞ。わーっとわーだー、アクションキック。わあ。お、受けたぞ。やったよ。あ、そうだった。おい、これでみんなもアクション鉄仮面になれるぞ。はい、幼い。みんなの分ちゃんとあるわよ。売れた。藤原刑事や麦わら帽子が。いや、夏じゃないのにこんなに売れたの初めてだな。
32年のロールレンジャーとしては嬉しい限りですな。あ、アクション鉄仮面のおかげだな。お前らカスカメの野郎か。はい。俺は高慢手段のつとむた。明日の3時までにカスカメ中の金を用意しろ。さもなくばこうなる。わかったか。はい。よし、場所は村の入り口だ。お前持ってこい。いいね。はい。よし。どうする？どうするったって。というわけで、こいつらが明日の3時にこの町の金を奪いに来る。金を奪われたら明日から生活できないし、渡さなければ命がない。皆さん、私たちのこの町の得意なものって何でしょう？それが私たちの武器です。私たちには土を耕すことぐらいしかできません。とても武器なんて。俺だって麦わら帽子を作ることぐらいしか。俺もアクション鉄仮面ごっこぐらいしか。バカ、映画じゃないぞ。それでいいじゃないですか。アクション鉄仮面は銃を持たずにミミコちゃんを助けましたね。そういえば、でも俺たちは正義のヒーローじゃない。戦っても勝てるでしょうか？勝つのではありません。守るのです。守る？そうです、守るのです。私はこの幼稚園に来る人すべてを守ります。あ、私ネネを守る。いつものままじゃないけど頼もしい。私もです。私だって。そうよ、知恵を出し合って守りましょう。ミサエ、私やるわ。しんのすけやひまわりを守れなくてどうするの。ミサエ、野原さん、ん、怖いと思う気持ちにだけ勝てばいいのです。その言葉どこかで聞いたような。そうですか。怖いと思う気持ちにだけ勝つか。よし、やってみよう。カスカベ市民ファイヤー。ファイヤー。父ちゃん素敵。ありがとうよ。映画オタクのツトム。はあ、本当よ、親ぷん。確か今度の映画はアクション鉄仮面の村っていうタイトルよ。もしかしたらここは本当のアクション鉄仮面の村だったりして。映画じゃなくて本物がいるとでも言うのか。ふん、あのスーツの造形よくできてる。本物かもしれん。本当か、フィギュアオタクのひろゆき。ふむ、俺のゲジマロちゃんもそう言ってるぜ。ねえ、ゲジマロちゃん。この私から金貨を奪えるかな。面白い。アクション鉄仮面の映画はこれでおしまいだ。アクション分身の術やる。わあ、ここだ。やつね、さすがヒーロー。ここだ、ここだ、ここ、ここ。待て、他にアクション鉄仮面の得意技は？落とし穴あるよ。作戦がバレた。なるほど、俺たちを追わせて落とし穴に落とす作戦か。こんなことだろうと思ったぜ。どうします、親分。どうせ分身の術も嘘だな。
父ちゃん！銃がなくたって俺はカスカベを守る。アクションパンチ！西部の平和は延長マンが守る。そう、思い出した。俺のヒーローは延長マンだったっけ。あ、なんでこれはここに。あ、延長先生、これ野原さん。あ、みんなでカスカベを守ったんです。それでいいじゃないですか。ありがとう、延長。父ちゃん、俺やっぱりアクションテッカメンに名誉市民になってほしいぞ。え？それがいいですね。父ちゃん、アクションテッカメンの市民税払ってね。やだよ。それからしばらくしてアクションテッカメンは名誉市民となり、カスカベを守ってくれることになった。あれ、何か持ってるぞ。いいから、いいから。